よく集まってくれたな、お前ら。何何エアミスター関。一週間企画か。一週間企画。なるほど。一週間でしょ。さあ、お前らに集まってもらったのは他でもない。一週間企画でしょ。一週間だよ、一週間だろうな。お前らが怖がる顔が思い浮かべよう。あ、だ、一週間企画ね。なんと私、彼女ができました。というのは嘘でー。てるわ。画面の奥の皆さん、一週間だよ。なんでしょうね。私一週間だから。一週間だよ。早い早い。こんなに面白くないことは難しいね。まあ問題は誰かですよね。何をやるかと誰か。一週間千円だけ生活。できるの？千円生活。はいはいはい。いいやりいいやり。いいやりいいやりいいやり。まあやってもらうのは。まあ俺はね。前回やったからね、ないでしょ。俺もやってるからだ、結構。お前やってないでしょ。ボーリングのお前全然やってないでしょ。それしかやってないでしょ。ボーリングのペアやってます。お前やってるか。お前やってるか。あれ、しかも一本だけだけど結構恥ずいし。うわっ。うわっ。はい、ということでやってもらうのは強兵です。強兵です。なんでだよ。こいつだろ。なんで俺なんだよ。いや、やっぱり俺はやっぱりこいつが最後ら辺で苦しんでハングリー精神で頑張ってるとこ見たい。あー、見たい。確かに。1000円あれば1週間過ごせることをこの方がやってくれると思う。証明します。やっていきましょう。1週間1000円でしょ。よっしゃ。スタートということで、じゃあこれをあなたに授けましょう。ホラー絵であるもんとかはもう自由に使っていいんで、足りない分はあとこの1000円だけであと頑張ってくださいっていうことですね。食っていいの？この絵でやったやつ。ああ、いいよ。え、余裕でしょ。じゃあ、え、絶対さ、なんかあるじゃん、使ったやつとか。使ったやつをカウントすなよ。お、俺らの。お、なんか書きましたか。書いてきた。え、この家バカだろ。え、石1個しかない。ない納豆。え、しかもその賞味期限なの？大丈夫？賞味期限19年2月1日。おいー、上でいいじゃん。やめましょう、これは。やめましょう。どうすなんもねえじゃん。どうすあるやつを使っていいとか言ってなんもねえじゃん、ここは。おい、米あんのかな。こんだけあるって言っても。いや、でもいいじゃん。でもあるだけマシじゃん。まあ、確かにあるじゃん。とりあえず刑事にこれね。今日はじゃあ、これ。いやー、おいしいね。ない。うまそうだね。うん、まあね。あー、腹減ったな。おいしい。1000円って結構きついね。俺、今回ね249円。もうどっちも飲み物買ってる。751円しか使えないと。アホやん。まあでもやっぱ体調大事だからと思って健康商品買ったけど。いやいやいや。あ、これとこれで食べたら野菜食べと変わんないもんね。うん、そうこれ飲んで、食べて進むでしょ、これね。ゲロマジでしょうね。そうでしょ。汁の匂いで飯食ってるこいつ。なんすか。欲しい。欲しいのよこれ。いや、もうゴミでしょこんな麺なかったら。じゃんけんで勝ったり。あ、じゃんけん、はい、じゃんけん。最初はグーグーじゃんけんぽい。はい、グーグーでしょ。はい、グーグーでしょ。はい、グーグーでしょ。はい、お疲れ様です。あーあーあー、もうあー。そして今みんな頼んでたんですけど、一人めっちゃやかましい顔で青ネギ単品頼んでました。なんかやってんの。1週間1000円だけ生活っていう。これを駆使して。え、今日何食ったの？じゃあ他に。俺今日白飯だけ。キングです。いや、違うです。目がこれ超うまい。やば、うまそう。やばい。お前、俺のサラダチキン生活ガチきつく。牛丼とかマジきつい。サラダチキン生活ソーリーやばいわ、マジで。ネギきたね。京平さんの。京平さんのやる。結構ボリュームある。多いね。いいじゃん。いただきます。あ、もうやばいやばい。やめてマジで。出た。マジでこれきついだよね、この人のこれ。こちらがハーレーですね。ハーレーですね。お前買いすぎじゃない？で、今日野菜生活ね、いつもの。はい。あるまん、いつものね。何してんのこれ。なんだ。え、めっちゃ買ってるやん。これでね。バカじゃねえ。今日何日目か知ってる？あ、3日目。分かったね、2日目まで。余裕だと、この生活。今日お自宅しようかなって。食べちゃおうって。食べちゃおうって。全然、なんか贅沢じゃねえし。昼下がりに OL かも。夜しか食えないっていうのはね。まあ大丈夫だよ。そういう作戦出てる、ね、そう、順応してきたから体。ああ。頬張ってんの。なんでこんな腹立つんだろうね、食ってる映画。なんで普通に食えないの。普通だ。
77位だからな、あとどうするのかはあなた次第ですけど、もうどうすんの、マジで。じゃあマジ俺分かんないの、こっからの展開が。だってネギが昨日だって、ネギ60円ぐらいだったよね、だってね。ああもう、あれ分しか食えないじゃん。そうだよ。やばいやばい。あ、やばい。ハーレー。あ、ハーレーが。ハーレー動き出した。ハーレーでーす。うわー、あー、美味しそうだねー。え、臭い？すごいいい匂いしてる。いや、違う違う、いい匂いだからこうしてんだよ。え、そう、食欲出ちゃうでしょ、了解なら。はい、バランやな。ニンニクうまっ。ニンニク風味マジするこれ、超うまいんだけど。昨日バカしたわ、マジで。やっぱ使いすぎた。いや、お前が、お前が使ってたってか、お前は意味わかんねえ、あのサラダで。俺バカだった。うまっ。はい、はい、あれ10円、10円10円、唐揚げ1個10円。4円でこれあげるよ。あっ、でもお前犬か、貴重な4円だ。そうだ、74円っていう4円って結構貴重だよね。そうだよ、分かった、食ってあげる、俺が。何その感じ。食ってあげるよ。さあ、今腹立つから。めっちゃ腹揚げ、やだ、値上げです。じゃあ4円で、ちょっと明太子付き大葉とこれあげる。うわっ、これはいいじゃん。これはでかいね。これもう70円以上の対価でしょ、これは。いや、確かにね。はい、早っ。うわちょ、お前バカじゃん。やったわ、やっぱ。味わえて、味わえよお前。はははははは。ちょ、何してんのよ。海賊かお前。懐かしい遠い。え、大丈夫。こいつは。もう5日目、5日目やで、これ5日だ、5日目か、5日目にしてもう限界迎えて。まあ味するからね。ジョイの CM みたいな。キュッキュッキュってないのよ。皆さん真似しないでくださいね。真似しないでくださいね、はい、これはね。お前減量中のボクサーか。お茶買う金もない。囚人じゃない。あ、まあでも水さえ飲めれば水、まあ、そうそう、だからこれでもう水は OK だね。これからだね。何を急に連れてきて。限界なのよ、フェリーは。限界。ああ、まあね、やばい、マジで食うもんなさすぎて。だからさ、ああガチで限界時しか出さないと思う、思って残しといたの、これがある。何？そう、何なの？本当の限界用に一杯のこれ残しといた。いや、ちょっと正直言って意味がわからないわ。何？外で持ってる。これいいおかずしてた、無料で食える。これ本当にね、試してほしい、皆さんに。どこ行くんすか。どこ行くんすか。ダクト、ダクト、ダクト。やべ、これ飯10分あげれば。いけるか。昨日調味料で、一昨日ようわからん一口しか食ってないから、お前それがうまく感じるだけで。ダクトのせいじゃねえからですね、それ。1週間1000円だけ生活終了。よう頑張ったな、京平さん。あれ、痩せこけた。やばいわ。あ、そう、やっと終わったって感じですかね。おー、でも変わらず頭でじゃない、顔でかいね。痩せなかったね。こんなに来ちゃったの。ヒゲがなんか結構入ってきた。それ別にお金関係ねえよ。こいつの手入れみたいな。そうだな。いかがでしたか。先生が設定したお前を殺意奪えたっていう。いや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 、お前、いや、途中で600円で売ってるお前が悪いから。そっか、俺、うん、バカだったね。バカだよ、お前が。運用方法がね。そう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 。で、なんだろう、お前ちょっと金残してない、うん、あ、そうだよ、お前。ああ、何やの。70円。じゃあ、この1週間の感謝の気持ちとして受け取ってくれ。ああ、はい、え、30円。どういうこと。30円。お前情緒不安定すぎやろ。どっちやねん、俺にキレてんのか、お前感謝してんのか、どっちやねん。お前10円ね。あ、10円、あ、ありがとうございます。でも30、30、10円。まあまあ感謝されてる。何この配当は。京平すごいなと思ったら、チャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。金ね、使いたくてしょうがない。あー、別にあるのはあるもん。そう、財布は一応持ってて、使ってない、もう金めっちゃ余ってる。今から飯行こうぜ。俺全部奢ってるから。待って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 、全部奢ってる。どこ行くとこ。ジョ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 。わー、奢ってる。おー、やばいやばい、やばい。イエーイ。想像掴み覚悟でぶっかまれてる奴ら蹴っ飛ばして、誰もが羨む生き様見せるぜ。
yeah, yeah.